とうございます。ちょっと眩しいライトが、これぐらいでいっか、もうちょい。こんばんは、ありがとうございます。カルちゃんハートいっぱいありがとうございます。こんばんは、チャーコ、ヤッホー、今日もかわいいさゆちゃん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、クリミンさん、クマありがとうございます。ユウくん、クマありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい、石井さん、クマありがとうございます。ありがとう。クマが2つあるんかな。味方町さん、ペンライトありがとうございます。こんばんは、一日の終わりの癒し、よかった、ありがとうございます。さゆきちゃん、やっほー。なみてん、クマありがとう。カルちゃん、ハートありがとうございます。おやまさん、クマありがとうございます。味方町さん、だるまありがとうございます。たしたし、クマありがとうございます。おつす、おつすさゆさんじょ、おつしょまさんじょ、チャーコってシナコのまね、違うよ、私が本家。今日は大人さゆちゃん、今日はあのスウェットです。スウェットです。リットさん、ペンライトありがとうございます。サトポンさん、クマありがとうございます。メイク変えた、メイク変えた、変えた。なんか今日は時間がなくて、あのもう薄メイク、ね、薄メイク、なんか薄いっていうか、なんかもうパパってやったら感じ、なんかささっと、なんやろな、もう落ちてるっていうのもあるかも。でも薄いね今日は、リップがちょっと違う、でも変えた。リュウさん、クマありがとう。さゆき、ヤホ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 ー。深夜さん、クマありがとうございます。ゆうかちゃん、クマありがとう。じゃ、久しぶり、久しぶり、元気。ワンワンさん、ハートありがとうございます。ジェリーさん、クマありがとうございます。今週末例のやつで富山行く、楽しんでくるね。楽しんで、私はしばらく行けなそうで泣き泣きですけど、楽しんでください。ツイート待ってる。まなかちゃん、まーちゃん、クマありがとう。リットさん、ハートありがとう。濃いめのルージュほんまに合う。あ、リップありがとうございます。下はジャージ、下はジャージです。ジャージ、レインボースターありがとうございます。今週末に西家で富山行って再活するよ。再活楽しんでね。楽しんでください。しょうま、結婚してありがとう。ごめんね。ごめんなさい。お山さん、クマありがとうございます。じゃ、やっほー。伊野さん、クマありがとうございます。カルちゃん、ペンライトありがとうございます。トラちゃん、ハートありがとうございます。みなみさん、クマありがとうございます。順調攻撃を、本当に楽しみ。ゆきのんの最後のショールーム、9期生でタンポもないね、アカペラで。ゴルさん、クマありがとうございます。シルコさん、愛してるありがとうございます。ちょっと待って、鼻水やばい。皆さんも風邪ひいてないですか？寒くて。やばい、皆さんいっぱいありがとうございます。ワンワンさん、クマありがとうございます。キータンさん、クマありがとうございます。ルームス何分ぐらいやる？20分かな？20分か15分。20分ぐらいかな？20分。20分ぐらい？20分ぐらいからルームスしようかなと思います。ヨシさん、クマありがとうございます。風邪ひいてる、鼻水止まらね、それな。チャーコーって言ったらユッチにしかめつらせた。ユッチ、ユッチ知らなかった。20分ぐらいになるね、ありがとう。何とはん、何、なんとかは風邪をひかないというので、ワイは大丈夫です。強い心。強い心。ちょっと待って、何グラやらないと。何グラ、何グラ。山俊さん、クマありがとうございます。何グラね。みんな今回の経費何か知ってる？知ってますか？今回の経費何か知ってますか？知らない？
景品って出てるのかな。景品って出てる？特典？あ、出てないのかな。え、じゃあ言えないか。じゃあ言えないかも。でもね、あの本当にもう私今回本当に獲得したくて、あの本当にもうマジで獲得したいんですよ。あ、出てた、よかった。高級焼肉のお食事券、はい、それです。あの本当に本当に獲得したいので、今回ガチで行かせていただきたいですはい、今回のナングラが新しいお肉の部位はみたいなやつだったんですよ。ちょっとそれを考えていきたいなっていうふうに思います。さゆきちゃんブルベ、私イエベなの。イエベリップ、どうしよう、高級焼肉だよ絶対に。ゆうちゃんに焼肉連れて行ってもらった。え、まだです、行きたいですまだちょっとね、私もあのそのさらば純情公演があったりとか、ゆうみさんもね、いろいろお忙しくて行けてないんですよ。景品横流しっこして絶対嫌、私がゲットする肉好きで、本当に肉好きなのだから、本当に絶対にジョマルエンかしら、どうなんでしょうそれゲットしておごってくれるんか。いや、私が、堪能させていただくんですけど、ちょ本気出したいですね。え、どうしようと思って、肉の部位なんてちょっと正直むずいじゃないですか。そう、肉の部位むずいの。そうなんだよね、ちょっとむずいよね肉の部位。まなかちゃん、くまありがとう。どんさん、くまありがとうあみたんに行ってもらえばすぐに連れてってくれる。確かに確かに。富山育ち、これ富山育ち。お題は新しいお肉の部位、それはどんな部位ってやつです。肉の部位、佐伯と焼肉行ったらずっと焼いてくれる。そうだよ、私ずっと焼いてるみんなに。ようちゃん、くまありがとう。え、肉の部位ってむずくない？てかまず肉の部位が何があるのか知らないんだよね。一旦それ調べていいですか。え、いろいろ知ってはいるんだけど、かぶったりするかもしれないからさ。しんやさん、くまありがとうございます。ゆうかちゃん、かわいい、ありがとう。ハラミ行ってく。え、ハラミさ、美味しいよね、柔らかいし。え、でも私はヒレとかも好きかな。え、普通にカルビとかも好きなんだよね。肉の部位、牛になれる部位、角、角。タムタム、クマありがとう。プリプリとかいいんじゃない、かわいいかわいい。ハラミミ、なんかメルミミみたいおじさんもう食べれない、胃もたれする。お肉か。え、もう食べれないの、お肉。お肉おいしいよこんばんは、写メ会楽しかったですって、ありがとう、来てくれて。贅肉の贅、なるほど、嬉しい。いっぱいの出会いがありましたね、イベントで。ありがとうございますありがとうございます。どうしよう、お肉、すごい、こうやって見たらいっぱいね、あれあるんですね。でもさ、私メルミミじゃないからな、悔しいことに。メルミミじゃないから、焼肉食べたい。おなかちゃん、結婚してありがとう、ごめんなさい大和さん、きのこありがとうございますカルビ、サーロイン、さゆきちゃんのうちだとマフラー欲しいなって、届いた、ありがとうございます。ぜひいっぱい持ってください。可愛くなれる部位、ギュート。え、めっちゃいいね。ちょっとメモ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 。じゃあね、ナングラは
1回しか入賞したことがないので、ちょっとここで入賞したいですね。さゆきき、さゆきき、いいね。ギュッと、ぎゅう、牛、ぎゅうと、こんばんは。大喜利は苦手です。私も苦手です。もうさ、もはやさ、でもライスとかありだけどね。私が好きな焼肉のあの副菜っていうの、なんかメインじゃなくてサイドとかをもう V にしちゃうっていうのもあり、ライスとかナムルとかキムチとか、もうそれをもう V にしちゃうっていう作戦、私が考えたやつはね。それはどう思いますか、どう思いますか皆さん。肉の部位ってむずくない？いいやん、ありがとう、優しい。牛ま、牛のまつげもう、あ、すごい天才だね。牛のまつげ、牛ま、ありそうだしね。そしてでもさ、さすがに舐めすぎかな、ライスとかさライスとかナムルとかそういうのつけたら筋肉がつく分、しましましょみたいな、しまちょ、すごい賢い賢い、しまっしょ、しまっしょ、しまっしょなんかいろんな部位、うわごめんなさい、いろんな部位が出てくるね。しまっちょ、しまっちょか、しまっちょ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 。なんかさ、こうやってさ、いろんな部位をこうやってね、皆さんから聞くと、私って本当に何も知らないんだなって思う。いつもね、ありきたりなのしか食べないんですよ。なんかもみじ、もみじ、もみじってこと？部位だけに侵入部位、あ、すごいすごい、コリコリってあるけどゴリゴリは、なんか皆さん素敵、大喜利センス高い高すぎ。ひとでさん、くま、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。痩せることができる部位、痩せエロイン、すごい、私それにすごく魅力を感じています。今サーロイン、痩せエロインってことか、痩せエロイン、めっちゃいい。赤線、赤線とは、渋谷渚さんの親戚、違います名前が一緒なだけ名前が一緒。野生ロイン、サーユキン、確かに、もうそれはさ、もう私だよねみたいな。でも私お肉になりたくないな。サーユキン、メモして真面目やね。私ね、もうメモしないと忘れちゃうんだよね。何するか忘れちゃうの。お山さん、くま、ありがとうございます。皆さんいっぱいありがとうございます。どうしよう、でも私的には野生ロインが結構ね魅力的ですよね。若くなれる部位、アミタン、もうアミタン、もうアミタン大好き。あれね、アミタンのね、アミタンの可愛すぎる話があるので、後でルームスで話します。渋谷駅の親戚ですか？渋谷駅の、そうですね、渋谷駅の親戚ではありますね。波亭さん、くま、ありがとうございます。こんばんは、出遅れた、全然晩ご飯サイサイを焼肉にして食べちゃおう。怖い、やだ、食べないで食べないで、美味しくないよ私食べても。アミタン愛されキャラやな、もうアミタン大好き。 NMB は初期の時握手会行ってた。おお、そうなんですね、ありがとうございます。ぜひまた来てください。たしたし、くま、ありがとうございます。
でもさ、野生ロインってめっちゃいいよね。野生ロイン、え、すごい魅力的。今日もさゆちゃん可愛すぎる、嬉しい、ありがとうございます。野生ロインや、早いもん勝ちなしや、早いもん勝ちやしな、確かに。じゃあ皆さんありがとうございます。今回私の新しいお肉の部位、それはどんな部位というナングラなんですけれども、野生ロインというものにしたいと思います。イエーイ、決まった。皆さん一緒に考えてくれてありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。食べても太らない、そこにすごく魅力を惹かれました。食べても太らない、ありがとうございます。皆さん考えてくれてルアヤンちゃん、クマありがとうございます。トリコ坊主さん、クマありがとうございます、ありがとうございます。そう、皆さん多分これめっちゃ久しぶりの配信で、この配信、この前配信したから、配信してからいろんなことがあって、そのさらば純情の初日だったりとか、シャメ会とか、昨日のユートピアの大特典会とか、皆さん来てくださった方本当にありがとうございます。このあとルームスとかでそれについていろいろ話そうかなって思うので、ぜひ遊びに来てください。仲良しの10期生は武田京香ちゃんかな。京香ちゃんとは仲良しですさらば純情でもよくポジションが近かったので、いっぱいお話ししてて仲良くなりましたそのシャメ会の、このシャメ会ってこうカードがもらえるんですけど、フォトカードっていうのなんだっけ、それがもらえるんですけれども、その京香ちゃんが私のことめっちゃ集めてくれててめっちゃ嬉しくて、サイン書いてほしいって言われて、私もじゃあ京香ちゃんのカード欲しいってなって、お互いサインしてもらいました京香ちゃんもさゆきさんとよく話すって言ってた、嬉しいんだけど、ありがとうまみたん、くま、ありがとうございます。ぶんさん、ハートありがとうございます。尊い、しるこさん、尊い、ありがとうございます。数ヶ月ぶりにショールーム来た気がします、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。仲良しか、もう仲良し。そのね、フォトカードね、いろんな先輩にサインをもらったんですよ、うれちい。ポストカード4枚中2枚がさゆきちゃんやって、運命感じ、うれしい、ありがとう、大切にしてねありがとう、うれちい、やったね、運命だそれは。なんで大阪でシャメ会ないの、確かに大阪でね、あったらよかったのに。羨ましすぎるんだけど、ちょうだい。ノーノーです、私の宝物。京香ちゃんかわいいね、小声、それはもう大声だ。サイン欲しい、メンバーの特権です。俺にも正規のサインください、パパパッ京香ちゃんと気が合う感じ。なんやろ、まあポジションも近いからっていうのもあるかな、喋る機会が他の子と比べてめっちゃ多いっていう。まあでも気も合うよね。昨日シャメ行ったのにな、なんで来てくれなかったの、いろんなイベントに。怒るよ京香ちゃんが初めての星の歌い出し見とれたと、嬉しい、ありがとう。佐伯のフォトカード当たらなかった、悲しい、また集めてください。なんやと、佐伯だけずる、レイちゃんとシンシンとケイトのやつくれ。でもね、私はそのお三方はいただけなくて、私がいただいたのは先輩だとアーノンさんと和田美優さんと、あ、でも先輩は2人かな。でもアミタンのカード私10枚持ってるので、そのうち2枚にサインしてもらいました。アミタン、ほんまアミタンオタクなんで、よろしくお願いします。アミタンクラブです、アミタンクラブに加入してます私。
N の9期生のカードゲットしたよ、ありがとうございます。持ちすぎ、ラミタンをねもっと持ってる、10枚以上持ってる私のこと、もうほんと可愛いんだけど、どうしたらいいですか。10枚 TO です、よろしくお願いします。いい肉の日って母親の誕生日やった。いや私もいい肉の日誕生日、いい肉の日1月29日誕生日です。私あやみちゃんの私物サイン、私物サイン生写真あげようか、欲しいね、あみたんの生写真もう全部可愛いから無限回収です。実はランダム系佐伯ちゃん一回も出たことないの、こんなに好きなのに、ありがとうございます、ぜひ当ててください。アーノンさんとは仲良くなった、アーノンさんとは昨日おしゃべりしました、ほんと可愛くて、もうサインにね、あのね、ほんとびっくりした、こう書いてもらって見たら、さゆきハートハート好きって書いてあったんですよ。もうどうしようと思って、本当にマーナさん本当もうラブです、本当にこれはラブコール届いたわ。ライアンちゃんハートありがとうございます。僕の生写真あげるので交換して、え、僕のメンバーじゃなくて僕のなんだ。アノに釣られてる、もうマーナさん可愛い、なんか同じチームになってより好きになりました。よかったね、ほんとよかった。あ、やばい、ちょっと23分なのでそろそろショールームを終えて次はルームス配信にしたいと思います。では誕生日をします。13位タムタム、ありがとうございます、ありがとうございます。みんないっぱい、なんか今日クマありがとう、嬉しい、クマちゃん可愛くてありがとうございます。12位ヨシさん、ありがとうございます、ありがとうございます。11位カルちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位タシタシ、ありがとうございます、ありがとうございます。9位ダミテン、ありがとうございます、ありがとうございます。8位おやまさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位ゴルさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位シルコさん、ありがとうございます、ありがとうございます。5位ワンワンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位あつしさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位あずまいしんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位リットさん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位まなかちゃん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。皆さん配信来てくれてありがとうございます。ルームスってなんぞや、ルームスは個人ファンクラブですね。私のあのツイッターツイートにルームスのリンク貼ってあるので、ぜひそこから飛んでご入会していただけたら生配信見れるので、ぜひ会いに来てくれると嬉しいです、よろしくお願いします。それではルームスに行っていろんな話をしたいと思います。いろんな話、いろんな裏話とかをしたいと思うので、ぜひ皆さんルームスに遊びに来てください、お待ちしてます。え、待って、かりんさんの相関図に出てきました。え、ちょっと待ってください、私ですか、私ですか、それはえぐい、ちょっとね、ルームス配信終わったら見たいと思います。ちょ、今来た、ルームスで待ってる、やっほー。移動お願いします、皆さんルームス。それでは皆さん、またショールームするので会いに来てください、ルームスでもお待ちしてます。バイバーイ。やだ、嬉しい、ちょうど出てきたって、ありがとうございます。バイバーイ、またねー、バイバーイ。